皆さんおはようございます。おはようございます。さあ本日はインターナショナルワイルドカードクオリファイアということで IWC 級2016ファイナルの模様をねお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ IWC 級2016とは8つの地域ですね。ブラジル、東南アジア、オセアニア、トルコ、そして CIS、北ラテン、アメリカ、南ラテン、アメリカ、そして日本の、まあ、8つの地域からの、サマーのチャンピオンが、まあ、出てきてですね、ワールドチャンピオンシップの出場権をかけて、争う戦いと、まあ、なっておりますが、まあ、予選ラウンドね、まあ、今日からファイナル、今日と明日かけて行われますけど、まずは予選ラウンドを振り返ってどうですか。まあ、まずはやはりランページが突破できなかったというのが日本にとっての一つの大きなニュースになってますね。ただ初出場ながらも5位につけたというのは、まあ、やはり彼ら強かったなと。あとは彼ら本来のパフォーマンスができたのかできなかったのかで評価は分かれますが、できなかったのだとしたらそこは何がダメだったのかといったところの反省点は今後日本に持ち帰って彼らのプレーの向上に期待していきたいですね。あとはやはり1位のライオンゲーミングが本当に意外でしたね。まあ、彼ら自身もインタビューで自分たちもそう思ってなかったというふうにも答えていましたが、まあ、やはり彼らの躍進というところが今大会予選においては一番大きなインパクトがあったのかなという感じがしますね。まあ、タッスルもちょっとね動画の方でコメントしましたけど、ライオンは一番やりにくかったなんてね、彼ら個人の能力が非常に高かったですし、アグレッシブでしたよね。ニダリーを使ってあそこまで眼光するかというくらいに、積極的にこう敵と戦っていく姿勢というのを、予選ラウンドを通じてずっと貫いていましたよね。まあ、そこがやはり一つ躍進の要因にもなってたのかなとも思いましたね。あ、なるほど。さあそしてファイナルといえば、まあ、ホームページ上にも出てますけど、会場がオペラハウスですか。またすごいところでありますね。本当に、まあ、今回ブラジルはかなり力を入れてさまざまな場所でやりますね。予選ラウンドはスタジオで、CBLOL を普段行っている、スタジオで行われてましたが、決勝戦はオフラインの会場、このお客さんを入れてのオペラハウスでどういった、まあ、プレーもそうですし、演出が楽しみですよ ね。演出やっぱりレオナと安尾が戦うんですか。どうなんでしょうね。サマーの決勝戦は中央がリングでしたけど、そうオペラハウスとなるとやはりすでにステージが作られていますし、うん、そこまで広くはないですからね。どういった演出が行われるのか、かなりブラジルはこういったオープニングセレモニー非常にバラエティに富んでますからね、楽しみですね。サマーの場合はMSI とね同じような感じで、下がなステージがモニターっていうか CG っていうかね、なんかやってましたけどね、映像を映していろいろやってましたしね、今回はどうなんでしょう。オペラハウスということでオペラにちなんだ何かをやるのか。オペラにちなんだってLOL のチャンピオンなんかいますな。イメージとしては僕ソナかなっていうイメージはあるんですけど、ただしソナは声が出ませんから、ね、あとコト、そうですね、まあ、スキンが変わればキーボードを、まあ、操作しますが、まあ、そういった音楽関係でいうとやはりソナなのかなという感じがしますが、あとはどうでしょう、メタルスキンを持っているモルデカイザーとかのヘビーメタルですかね。あれはただオペラではないですよ、ね、オペラっていうかロックですよ ね、 すね、完全にどうありますかね。まあそのあたりもね、オープニング V 来たらどうやらこの放送でも、まあ、流れるということですので、まあ、楽しみにしたいと思いますけど、さあというわけで本日の対戦カードなんですよね。本日の対戦カードはブラジル代表の、インツ、VS トルコ代表のダークパッセージということでね、両地域ともに WCS 出場経験のあるインツはありませんが、ブラジルとしてみたら、うん、去年は、ペインゲーミングが出た、そうですね、そしてダークパッセージも過去に出場経験がありますから、まあ、そういったところで WCS 出場経験のある強力な地域同士がぶつかり合うというところで非常に楽しみなマッチアップになってますね。どういったところがまあっていうのは正直ありますけど、
そうですね、やはりもうダークパッセージはトップレーナーのエルウィント選手に全てがかかっているようなあそういったチームに、まあ、今回はなってるのかなと、まあ、見ている方でもちょっとフィオラとあとイレリアを使うね、まあ、トップレーナーの暴れた見ている方は覚えていらっしゃるかと思うんですけど、ファンになられた方もねいらっしゃるかもしれませんけど、そして、大会全体を通してですね、お金を稼いだ一番お金を稼いだプレイヤーがライオンゲーミングのエディ・キャリーのホワイトロタス、あ、はいはい、で次いで、サイゴンジョーカーズのエディ・キャリーのセレブレティ選手、おうおうおう、そして次いでトップレーナーのダークパッセージのエルウィント選手、ちょっと待っていいね、そのうちいいね、3段目AD キャリー、トップレーナーなんですね。そこ今の流れだダークパッセージの AD キャリーの全員ノットっていうのが流れでしょう。今流れとしてはそうなんですが、まあ、エルウィント選手なんですね。それぐらい、ダークパッセージ5人全体の中で核となっている。いかに彼にお金を集めて、そして彼に爆発して個人技で、ゲームを破壊してもらうかというところが非常に重要になっています。一方のインツはチーム全体として非常にバランスが良くて、序盤からはジャングラーのレボルタ選手を中心にアグレッシブに仕掛けていって、そしてその序盤作ったリードを今度はサポートも加えて視界のリードに広げていく、うん、さらにはそこからは各レーナーが個人技の高さを生かして押し上げていって徐々にリードを作っていくというのがスタイルになってますね。いやなんかインツの方がこうチーム戦略的なチーム能力でいうとちょっと上なのかなっていう印象でいいんですか。そうですね、だいたい3スプリット、つまり、去年のサマー、そして今年のスプリング、そして今年のサマーと3つ、同じ大会を同じメンバーで戦ってますからね。なるほど。おっと、どうやらオープニングのようですので、では見ていきましょうかね。一旦失礼いたします。
はい、というわけで、我々の、モニターに注視する顔がいきなり映りましたね。すごい演出でしたね。いやあれ後ろのバックパネル全部ルーンですよね。ルーンでしたね。あと私一つ言わせてくださいよ。いやあの実はですね、あの放送の前に、まあ、レボルさんとどういったオペラハウスでの演出やるかななんてね話してましたけど、私当てましたよ。僕はこう吊り下げてくるのかなと思ったんですけどね、選手を。まあ上からね、はい、こうね、僕はあのお客さんの中から選手出てくるんじゃないっていうちゃんと言って、あのすっごい出てきた瞬間にもうドヤ顔でした。見事当てましたね。日本代表のプレイヤーも出てくるかなと思ったんですけど、ちょっと思いましたけど、ね、まあファイナルに出る4チームの代表チームのプレイヤーのみでしたね、うん、ただそれでもかっこよかったですね。いやいいですね。あのフードちゃんと被って隠してるあたりがね、お客さん気づいてないんでしょうかね、あれね。横の一つには気づかれていたかもしれないですけど、多分こうやって、ああなるほどしてたでしょうね。ね、LCK なんかでもね、ああいった演出確かねされてましたよね。こういったオープニングセレモニーの演出、まあ、それぞれ特色があって面白いですね。そして今回はどうですか、じゃあ、日本でも今度ちょっと何を言ってるのかよくわからないですけどこれ今フラグ立ちましたね。いやはいはい、それであれ何を言おうとしたの忘れてしまいました。なるほど。レボルさん大丈夫ですか、まだちょっと寝起きかな。いや、もう起きてからもう5時間以上経ってますから。あ、本当ですか、はい、じゃあ全然唐突に振られたのでびっくりしてしまいましたが、まあ、あのオーケストラの演出はすごかったですね、はい、すごかったですね。日本でもちょっとやりたいですね。そうですね、野草のテーマとか、あいいですね。あとはやはりこう東アジアというところでアーリア、マスターイとか、うん、あそういったチャンピオンのテーマ曲とか。あでも日本だったら結構あれなんじゃないですか、そのジンクスとか倍のやっぱ BGM、 あとどうでしょう、ソナのスキンのテーマ曲とか。ああなるほど、っぽいですよね。僕一番聞きたいのでも、あのシーズン1の一番初期の頃のリーグオブレジェンドのテーマソングっていうか、テーマソングっていうかなんか何でしたっけ、ちょっと名前が出てこないんですけど、さ初期の頃にあった音楽分かりますかね。分かる方は多分今頃コメントでね、ちょっとあのタイトルを出してくれてるかもしれないですけど、そうです、ね、シーズン2のオープニング、ダブルシスのシーズン2のオープニングで確か使われた曲だったかな。ちょっと曲が曖昧なんで申し訳ない。まあいろいろやっぱりそれぞれ聴いてみたい曲、うん、あとは自分が使っているチャンピオンのテーマ曲とか。あーいいですね、アムムとかどうですか。あーいいですね。ティーモはあるんですかね。ないと思います。あってもまあ流されないでしょうね。あ、ティーモですティーモに冷たいですねアイドルですけど。そうですね。さあというわけでね、まあオープニング、まあ、4チーム出てきましたね。そうですね、今日戦うインツダークパッセージ、そして明日戦うアルバスノックスルナと、あとはライオンゲーミングでしたね。まあ明日の試合も楽しみですけど、今日の試合も、まあ、どうなるかちょっとわからないですからね。爆発力のあるダークパッセージと安定した、まあ、序盤苦しんだものの、予選ラウンドを進めるごとに調子を上げてきたインツというところの戦いですからね、うん、まあ、インツは昔からなんですけどね。そうですね序盤調子を落とすっていうのはスロースターターですよね。こうしかも今回3度目の正直ですか。そうですね、WCS もしくはこのメジャーリージョンが戦う MSI も含めた国際大会への出場権をかけた戦い、これで3度目なんですが、まあ、ようやくあと一歩というところまでこぎつけましたね。去年は決勝戦の舞台で同じくトルコ代表の、あの時はベジクタシュでしたか。そうですね、に負けてしまってかなり悔しい思いをしていましたが、今回はホームのブラジルで、まあ、どれぐらいそのインツに声援が行くかっていうのは気になるところではありますけど、まあ、ホーム開催ですから。あの時は相手のベジクタシのチームへの応援が凄まじかったですからねあれはすごかったですね。あのベジクタシが1戦目確か負けて、ステージからね降りるっていうか、まあ一応はける、そう、はけるという時にお客さんからもう大量の声援があってすごかったですからね。そして勝った後のベジクター氏のパフォーマンス
へのこう観客のノリというか凄まじい熱量がありましたね、うん、応援歌もありましたね、ありましたよね。ベジクタシはもともとサッカーチームというところで、まあ、国際的にも有名なサッカーチームのサポーター軍が、うん、この人たちエロイル知ってるのかなっていうぐらいこうガチガチのあサッカーのサポーターだろうなみたいな人たちが応援に混じっていて、ただとんでもない熱量だったのは覚えてますよね。ですね、それで終わった後のパフォーマンスも凄まじかったですし、しかし今回はインツアーホームで、そして、まあ、またチームは違いますが同じトルコ代表と戦うというところで気合はかなり入ってるでしょうね。まあ、非常に楽しみで、ある意味インツからするとというよりもブラジルからすると因縁の対決と言うべきなんでしょうね。今度は俺たちのホームだぞと、負けられないでしょうね。そして展開的にもどうでしょう、ラウンドロビンの戦いを見るとやはりインツどんどん調子上げてますし、一方でダークパッセージはエルヴィンド選手頼みというのがちょっと明らかになってしまってますから、はい、そしてエルヴィンド選手のチャンピオンプールも広いわけではないんですよね。フィオラとイリリアにすでにもうこの2チャンピオンというのがバレてしまってますからね。まあそうですね、まあそれちょっといろいろ話す前にですね、レボルさん、あの一旦ですね、あのどうやら予選ラウンドのベストプレイっていうそのトップ5の動画がどうやら来てるみたいなんですよ。だからちょっとそちらをご覧ください。Agora iniciação, os agentes colocam escudo de feitiço, gastou. Pode tentar iniciar agora, flash de cristal para o inquebrável. Todo mundo para cima deles, parou a torre. Sensacional! Vai continuar ainda essa onda, chegou o Kirei, o Wind, mas fica paradinho aí, amigo. Não vai para lugar nenhum, não. A NTZ abre 3-0, ultimate sensacional do Joker. E aí, dona Galema? Acho aí, ó. Ortiz? Убиваю, убиваю, убиваю. Ok, nice. Y los días seguirán, a ver si es que lo pueden concretar. Se lanza con todo, desorientación encima. Va a terminar cayendo al parecer. No, se va a salvar. Y termina sacando una muerte. Pero el Bull responde de la misma forma. Y termina llevándose un asesinato. Tsuyoki da. Tsuyoki da. Aro. Y a mí te creo que más. Soste Hante. Mon su. Temo canque arimasen. Shunshin gojo de paz ga kuru. Flash in de taunto o kimeru.Os Minions estão batendo no Joxer, fica com a eliminação agora o Arce. Micão também tá tankando os Minions, isso é perigosíssimo. Ele ainda tenta a eliminação, mais uma vez o escudo. Double kill, Arce! はい、というわけで、まあ、映像でしたけれども、ちょっとあの自分の声が流れてびっくりしました。フォーカスされている代表の放送の声が載っていましたね、はい、ちょっと嬉しいですね。びっくりしましたね。びっくりしました、正直。そして、まあ、いきなりこう5位のところに、ラウンドロビンでのインツバーサスダークパッセージの戦いの映像が入ってましたが、あ、ジョックスター選手のバードが凄まじかったですね。アルティメットも見事でしたし、あとあの時トップレーナーのダークパッセージのトップレーナーのエルヴィンド選手がトランドルを使っていたんですよね、はい、ですがトランドルでは大きなインパクト残せませんでした。そういったところも一つ、まあ、経験としてインツは持ってますからね、そこを生かしにかかってくるというところは間違いないと思いますね。いやでもロキがノミネートされてちょっと嬉しいですね。見事でしたからね。いや、まあ、あのプレーは正直すごい、一発も足のアロを食らわずに避け続けて、なおかつ避けるだけではなく相手のキャリーに対してプレッシャーを与え、うん、キルを取りというところで非常に大きなプレッシャーかけてましたからね。いや、まさかノミネートされるとはっていうことですけどね。2位でしたからね。ただ1位のプレーもすごかったですけどね。1位もすごい、ライオンゲーミングのアルセ選手 のタムケンチ2対1のところひっくり返す、あのプレーでこうチーム全体も乗っていくような印象もありましたしね。あとやっぱりキラのねソロキルですよ。あそこキラ選手やはりアグレッシブですね。ブラッドでまだ装備揃いきってないにもかかわらず、そしてマッチアップでは序盤不利なタリアを相手にあれだけアグレッシブな選択ができるというところで、まあ、やはり強さといったところしっかりと見せてますよね。まあ非常に楽しみですね。さあというわけで、本日ですねパッチは 6.16 ですね。LJL の IWCQ ですね、大変失礼しました。 IWCQ2016 は本日パッチ 6.16、グローバル版はクレッドとオレリオンソルと、なっております。さあというわけでデイ1、改めましてブラジル代表インツ VS トルコ代表のダークパッセージの試合、注目のプレイヤーを挙げるとすれば
まあ、やはりブラジルというところだとジャングラーのレボルタ選手に注目かなりいくと思うんですが、うん、この試合に限って言えばヤン選手かなというふうに思ってますね。というのはレボルタじゃないんですか。はい、ヤン選手、なぜなら対するダークパステージのトップレーナーエルヴィンド選手が非常にこの試合重要なプレイヤーになっています。彼を抑え込む役割なのがヤン選手だと思いますからね。彼がどれだけ、序盤から彼にプレッシャーエルヴィンド選手にプレッシャーをかける、もしくは、スノーボールさせないようなプレーができるか、はい、そして中盤以降のスプリットプッシュで負けないかというところが非常にインツにとって重要になっているのかなと。一方のダークパステージはもうエルヴィンド選手が勝つか負けるかというところが本当に大きいと思いますね。やはり急増のチームですかね。ジャングラーとミッドレーナーが、まあまあ、レギュラースプリットで戦ったプレイヤーではないですから、どうしても個々人のプレーアウトプレーに頼らざるを得ないと。そうなった時にやはり一番期待できるのがエルヴィンド選手になるのかなという感じがしますね。イモータル選手も非常に優れたプレイヤーなんですが、カシオピアのようなメイジを得意としている印象があります。メイジでアウトプレーをするというのはなかなか難しいですから、アサシンであれば、まあ、そういったアウトプレーを、まあ、狙っていくポテンシャルを持っていますが、そういうわけではないですからね。ということを考えると、やはりイデリアやフィオラが得意なエルヴィンド選手に期待がかかるのかなという感じがしますね。だ聞いてるとなんかもうプレイヤーっていうかチームがアウトプレーするのが当然だからみたいな当然感じに聞こえますけど。そうですね、あとはアウトプレーをしないと勝てないかなと、インツ相手はダークパッセージは。そうですね、ちょっとじゃあダークパッセージの方が不利なイメージなんですか。やはり、先ほどもこう申し上げかけたんですが、インツは3スプリット、去年の夏から今年の春、うん、そして今年の夏と3つ同じメンバーで戦ってるんですよね。ほうメンバーが変わらずに、なのでそれだけ連携は深まっている。一方のダークパッセージはメンバーが直前で変わっているというところのやはり連携の差がありますから、それを考えると総合的なチーム力ではやはりインツの方が上回っている。しかし個々人のプレーを見るとずば抜けたプレイヤーがそれぞれ揃っている中で、エルヴィンド選手はやっぱ飛び抜けてるなという印象がありますから、それを考えるとそういったその飛び抜けた個人技といったところを生かしにかかれるかどうか、一方のインツはその個人技を抑え込みつつ自分たちのチーム力をぶつけていけるかどうかというようなマッチアップになっていると思いますね。聞いてるとなんか個人技をぶつける方が若干難しい印象がありますが、ソロ級だとやはりこう連携が取りづらいですが、こういったハイレベルなチームプレーが行われる国際大会だと連携のところのミスといったところはまず起きづらいですし、基本的には技術的な水準もそう差はないんですよね。ほう、そういった差の小さな差を積み重ねていって勝っていく、というところがまあ基本的なところになるんですが、それでもそういった差というのはコミュニケーションによって埋められますし、コミュニケーションができるできないだけでもまたチームのスタイルがまた変わっチームのスタイルというか実力が変わってくることもあるというところを考えると、これだけ実績そして試合を重ねているインツは隙はないかなと。ただどうですか、その若干中盤失速するっていうのをやっぱりレギュラーシーズン中に何回も話したと思うんですよ。序盤はレボルタ、ただ中盤失速してっていうそこの部分、そうですね、そこがやはり一番課題になるのかなと。レボルタ選手本当におっしゃる通り序盤から非常にアグレッシブに、特にジャングラー1周目なのにもかかわらず敵のブルーバフに入っていくとか、はい、そういった動きを得意としてかなりプレッシャーをかけていくんですが、12分15分過ぎたあたりからこう見た感じエンゲージがあまり得意ではないのかなという印象が受けてしまうほどプレッシャーがなくなってしまうと、そこからインツはかなり失速して相手にペースを渡してしまうとか反撃の機会を与えてしまうことが多かったんですが、途中からジョックスター選手と共に動くことによってプレッシャーの圧力といったところをまあ維持してどんどん視界のコントロールを取っていくスタイルをまた一つ見せてくれましたから、そこをこの試合でも同じように行えればその中盤の弱い時間帯というのをある程度クリアできるのかなと。一方でそれができないとなるとエルヴィンド選手がファームする時間できてしまいますから、まあそうですね、15分ぐらい失速しますからね、インツ失速するときは一度こう歯車がずれると修正するまで相当時間がかかりますし、ローテーションのミスが結構
構多かったりしますから、うん、となるとローテーションのミスをしている間にエルウィント選手がファームする、そして本来こけていたはず、もしくはジャングルガンクで潰されていたはずのエルウィント選手にゴールドが集まって装備が整ってスプリットプッシュで一気に崩されるという展開も見えていますから、まずはインツとしてはそこはまず歯車がガチッと噛み合わせた状態で、彼らのそのジャングラーとサポートから試合を作っていくというところを徹底していきたいところですね。ただどうですか、ジョックスターと一番、まあインツのサポートがジョックスターっていう選手なんですけど、一番ですね良かったのがバードを使った時ですよね。そうですね、バードで、まあ、レーンのアドバンテージをと隣の相方がエズリアルにもかかわらずレーン勝っていったりとか、あそういったところの動き見せていましたが、あとはやはりデボルタ選手がエリスやレクサイのような敵のジャングルに入っていくことが得意なチャンピオン、もしくはエンゲージもある程度硬さを持って仕掛けられるチャンピオンと一緒に動いていくことができると、うん、楽にはなるんですが、ただ同じように行えるのかどうか、チャンピオンの性能としてはあまり変わらない他のチャンピオン、例えばスレッシュやブラウム、アリスターでその動きができていない時もありましたし、うん、ちょっと、まあ、彼らのそのコミュニケーション今回できているかどうかというのは一つ重要になってきますね。どうにもこうムラがあるという、はいはい、いう印象はあります。さらに予選ラウンドは6日連続でした。そしてそこからゆっくりと、ペースを上げていきましたよね。しかし4日空きましたから、うん、そのペースといったとかまたこうリセットされてしまっている可能性もちょっとありますよね。あってことは BO5 でこう調子上げてきた中でまた落として1戦目が非常にこうスロースラッターみたいなっていう可能性もちょっとあるかなと。どうにもこうインツというチームのそのペースの作り方というか試合へ臨む緊張感といったところがこう裏目に出ているような印象もありますし、そこは一つインツ総合力ではやはり強いんですが、そういった精神的な面とかいうところは気になる部分ですね。ああ、さあ現地ではですね今、どうやら準備の方が進んでいるようですね。ただオーケストラやっていたステージを回収して選手ステージにするというのは、まあ、かなり時間かかるでしょうからね。そうでしょうね、まあこう、まあ、今こちらですね、今明らかにここオーケストラの方たちがいた場所ですよね。そうですね、楽器類やその他もろもろを後ろに運んでその間にカールガールの形で、パソコンとか準備していますが、電源をつないだままといった感じではまずないでしょうから、そうです、ね、最初からパソコンのセットアップを始めるわけですよね。となるとちょっと時間かかりそうですね。でもどうなんですか、パソコンを裏に持って行っておいて電源をつけてそこでもセッティングは済ましてで電源を入れるだけと。ただまあやはりこうクライアントをまた立ち上げ直すとかそういった作業の中でいろいろチェックがやはり行わなければなりませんから、うん、実際に接続して操作状況問題ないかとか、あとは設定をやり直し必要があるのであれば設定のやり直しとかありますか。どうしてもちょっと時間はかかってしまいますよね。もう一回会場の様子見えますかね、もう一回出せますかね。でもすごいお客さん入ってるんですよ。うん、相当会場すごいですね。いやー、何がいいかって僕やっぱりこのインツとダークパッセージの上にですねバックにルーンですよね。これ久々にというか初めて見ましたかね、こういったルーン文字が出ているのは。そうですよね。さあというわけでインツのスターティングメンバーです。やはりヤンが注目だとレボルさんおっしゃってましたが、 KDA も非常に高いですが、まあ、困った時はインツはヤン選手に、サイドレーンのコントロールを取ってもらって試合のペースを取り返すというような展開がありますから、そういった意味でもヤン選手はチームの要になっているのかなと。日本戦でもナーにプレッシャーを作ってもらうというような展開が多かったですからね。さあそしてこちらがダークパッセージのスターティングメンバー、エルウィンド選手の KDA 高いで
ですね。そしてイリリエやフィオラといったようなスプリットプッシュが得意なチャンピオンを使えるかどうかというところも注目ですね。もしくはその2つのチャンピオンがバーンされた時に、どうコントロールするのか、もしくは新しいチャンピオンをピックできているのかどうかというところが楽しみですね。あと会場のモニターではこう選手のインタビューでしょうかね。これは多分ブラジル CBLOL に参加しているチームのプレイヤーですね。つまりインツのライバルチームがインタビューされているようですね。なるほど。満員ですね。本当に満員ですね。まあブラジル代表のインツが WCS 出場権を取れるかどうかというのをやはりブラジルの、皆さんはかなり生で見たいというような感じもありますよね。まあ確かに日本でもし日本が出場して行われたら、まあ、その場にいたいっていうのはありますよね。やはり一つ何でしょう、歴史の目撃者というか、LOL の歴史に残るようなシーンでもありますからね、そして今回は前回のそのペインゲーミングが出た時は IWC 地域を2つに分けて、ああそうですね、確かあの時は4チームと3チームでしたか、ブラジルの方ではちょっとチーム数が少なくだったような印象、4と4だった、4と4でしたか、確かそうです、4と4で分けて、はい、その中から1チームずつ、そうです、そして、今回は一方で8チーム、かなりこうプレッシャーというか切磋琢磨している感じがありましたが、競争が非常に激しいという、そういった大会を突破しての WCS というのは非常に価値が上がってくるというところもありそうですね。あれ2地域に確かに分けてましたけど、何なんでしょうね、今年から一気に合同っていうことで。そうですね、まあやはりスケジュールの調整が前回ちょっと難しかったのかなという部分があると思います。今回はかなりこう各地域シーズンが終わる時期がちょっと揃ってましたよね、少し、ラテンアメリカノースでしたかサウスでしたかどちらかちょっと忘れてしまいましたが、その地域だけ、終わるのが1週間ほど遅かった、つまりこの IWCQ に向けての時間が短かったですが、全体的には揃ってスタートができていました。そういったところを考えると、あらかじめのスケジュールの調整が今回は非常にうまくいったので、合同で、チーム合同で行えたと、前回はちょっとうまく揃えられずにというところが影響したのかもしれないですね。なるほど、もともとこういう形でではやりたかったと。いやでもここで勝てば、まあ、ワールドチャンピオンシップ出場ってよく言われてますけど、ワールドチャンピオンシップってそもそも何なのかっていうこともやっぱりあると思うんですよ。やっぱり日本サーバーがこう最近ねオープンして最近やられたプレイヤーもいるかと思いますので、ワールドチャンピオンシップとはレボルさん、その年の世界一のチームを決める大会ですね。サッカーでいうと4年ごとに行われるワールドカップのようなものですね。それが毎年毎年 LOL で行われて、そして、メジャーリージョンと呼ばれている北米、NA、そしてヨーロッパ、そして中国、韓国にはそれぞれ、出場権が3つずつ与えられて、そして台湾に2つ与えられて、そして IWCI 地域に2つ与えられて、まあ、計、16チームが出場する、はい、大会になってますね。お、今お客さんが、いやすごいですね。いやそして年間チャンピオンですよ、ね、そうですね、年間その年一番強いチームを決めると、過去、優勝したチームは韓国から3チーム、そしてヨーロッパから1チーム、そして台湾から1チームというところでシーズン5のところは進んできています。今年はどこが優勝するのか、もちろんこの IWCQ から出場したチームが優勝することもありますからね、過去に実際にあるんですよね。シーズン2 IWC 地域から出たチームがまさかまさかの優勝というようなこともありましたから、可能性は十分あると思います。ライオンゲーミングになんか可能性を感じられずにはいられないっていうのはありますよね。そうですね、まだ決定したわけじゃないんですけどまだ明日の結果次第、ただアルバスノックスルーナもちょっと楽しみですけどね。リックリート選手すさまじい、まあ、サポートの能力も持ってますし、まあ、そういったところ
今回今日明日で決まる IWC 級の代表2チームがどういったパフォーマンスを WCS で行ってくるのか非常に楽しみですね。いやもうすでにね、NA、EU、あと韓国、中国もうそろそろだいぶワールドチャンピオンシップの出場チームがこう確定してきて、そうですね、あと残っているのが今日と明日の IWC 級の2枠、そして台湾の1枠、そして EU と NA の1枠が今決めている状況になってますね。もう中国と韓国はもうすべて決まっているという状況です。韓国はちょっと意外でしたね。意外でしたか。はい、まさか SKT がちょっとこけるとはと思いません。もちろん出場は決めてますが、サマーの決勝戦行けませんでしたし、そういったところを見ると今年はどの地域が優勝するかちょっとわからないなという感じもありますね。ただどうなんですか、 SKT 的にはワールドチャンピオンシップの呪いなんていう、ね、突破できましたねことをねよく言われてますけどね。その年優勝したチームは次の年の WCS に出れないというジンクスがあったわけですが5年間ですよね。5年間続きましたね。さあそしてついにこの IWCQ2016 ワールドカードクオリファイヤーと、その8つの地域のチームからまずは1枠をかけた戦い、ドラフト始まったんで見ていきましょうか。ブルーチームサイドがブラジル代表インツ、そしてレッドチームサイドがトルコ代表のダークパッセージ。まあ面白い番が続いてますね。ファースト番まずはフィオラ、そしてエリスですか。ちょっとこのエリスの番は意外ですね。ナーはヤン選手へのターゲット番、もしくは今回 IWC級の大会ではナーが非常に強力なチャンピオンとしてピックされていましたから、レッドサイド番というのはよくわかりますが、エリスレボルタ得意チャンピオンですからね。さらにキレイ選手というとやはりこうグラガスの印象が強いですが、ガングプランク、問題はインツがイレリアをバンしませんか。これスターティングがイモータルではなくてダークパッセージ小頭級ですね。おここ変え、この4日間のところで連携が深まったということかもしれません。なるほど、イモータル選手よりも小頭級選手の方が個人技の能力の高さであったりチャンピオンプールの広さというところでは上回っている印象があります。しかしイモータル選手の方が連携面では優れていたかなと。小頭級選手がいるときはちょっとチームのローテーションのちぐはぐさが目立ちましたが、そこが修正されたということかもしれないですね。そして小頭級の得意チャンピオンのカシオペアをバンし、ラストバンはシェン、ファーストピックはまずはブラッドからスタート。今大会はそのブラッドに対してマルザハールを当てるとかタリアを当てるとか、あ今回タリアがバンされていませんね。ただどうですか、キラがスローキルしてましたからね。そうですね、しかしトッカーズ選手もかなりソリッドな手堅いミッドレーナーなのでどうなるのか。小頭級の方がどちらかというとアグレッシブなイメージありますよね。そうですね、非常にアグレッシブに負けている状況でもフロントラインに立って敵のキャリーにプレッシャーをかけていくプレー非常に得意ですからね。さあそして気になるエルウィンドはフィオラをバンされていますが、イレリアが空いています。そこをどう判断するかですね。このトランドルトップレーンでもちろんエルウィンド選手使った経験ありますが、サポートとしての可能性の方がちょっと高い印象がありますね。いやすごい歓声です。今レボルタがリーシンを見せただけでこの歓声ですよ。まだ湧いています。おお、ジョックスター選手のバードですか。やはりイメージが良かったっていうことなんでしょうね。最後のでレギュラーの日でもかなりパフォーマンス良かったですから。隣の AD キャリーがエズリアル、もちろんエズリアルはファーストリコールする前まではある程度連戦で戦えるんですが、ファーストリコールしてアイテムを買って、涙買ってからのレーニング非常に弱いんですが、そのエズリアルを隣に抱えていてもレーニング勝つとか、もしくは少数戦で勝っていくスタイルを、まあ、彼を中心に作り出していましたからね。そしてどうやらリーシンでいきそうですね。グラガスではないんですね。あとただあいや変えますよ。おエッコーですか。エッコーとカルマ、いや一方のダークパッセージ、ミセピックであかりとこの
モルテカイザー出すんですけど、お客さんのやはり歓声がもうダントツに違いますね。そうですね、ただブラジルはモルテカイザー人気のはずなんですけどね、ちょっと歓声欲しかった、欲しかったですねなるほど、一時期ブラジルといえばモルテカイザーみたいな時期もありましたから、シーズン2あたりでしたかこれイレリアピックするんじゃないでしょうかね。ああそれはなぜです。エコーに対してイレリアというのはマッチアップで有利取れていますし、そしてエルウィンド選手に対するカバーもレクサイであれば序盤視界のコントロール長けていますから、エルウィンド選手がファームしやすい状況というのを作り出せると思いますからね。あとただ隠しますか、相手のジャングラーのピックを見てということになりますかね。さあ取ったのはマルザハールとルシアン、ニンツはかなり楽しそうです。エンゲージのツールが今インツありませんからこれとなるとエコージャングルということえどういう、いや今のレボルタの表情見ましたあのジョックスターのバードを見せてお客さんが湧いた瞬間ににんまりとこれ構成でもどうしますか。敵のバックライン飛び込んでいく、もしくは陣形を乱していく構成にしそうですね。ブラッド、エコーは敵のバックライン飛び込んでいきますし、グラガスのアルティメットを荒らせますから、そしてエンゲージのツールとしてもう一つ足のアローで、一気に仕掛けていくと、そして全体的なスピードアップをカルマの、まあ、サポートカルマの、まあ、マントラシールドで生かしていくということになりそうですね。ただこれタムケンチ取られた場合どうしますかね。ただタムケンチ取られた方がまだマシという感じもしますね。あ、イレリアを出す方が、出される方が怖いと、そういう印象があります。足のアローに対してタムケンチは非常に確かに強力なカウンターのツールになるんですが、しかしグラガスのアルティメットもありますし、タムケンチだけではどうこうできるとはちょっと思えないですから、さらにダークパッセージの、まあ、連携面が修正されているのであればエルウィンド選手一人に負担をかける必要もないですが、ただその練習は間違いなくこの空いた数日間で行ってきたと思いますから、間違いないと思いますが、グラガス相手であればイレリアレクサイでコントロールできると思いますけどね。さらにはルシアンということで、こう一人で動きやすい ADC を取っているのも特徴的ですよね。トップにプレッシャーチーム全体のリソースをかけても、ルシアンであればブリンクがありますから相手に捕まる可能性もちょっと低いですしね。ただラストピックはブラウムということで、エルウィンドは注目プレイヤーとして挙げていましたが、トランドルになりました。エコー VS トランドルは、まあ、トランドルが序盤少し不利を背負いますが、相手も完成させて以降は特に1つ目もしくは2つ目相手も完成させてからレーンのコントロールを取れるというようなマッチアップになってますね。ヤン選手はトリニティフォースビルドに行くのか、アイスボンガントレットビルドに行くのか、いずれにせよレーニングはかなり辛いということになりそうですね。ここそれで注目にするならどこを見たらいいんでしょうかね。この場合だとそうですね、ダークパッセージのやはり小津球選手が出てきたというのが本当に意外な選択です。そして、序盤からプレッシャーをかけていくことが得意なマルザハールですからねレオさんおっしゃった通りトップレーンですね。やっぱりただ今回トランドルですからね、エルウィンド選手が。そしてトランドルを使った時のパフォーマンス、対インツ戦ではあまり良くなかったというよりも、彼がに期待されているスプリットプッシュもしくはゲーム全体の破壊といったところが行えなかったことを考えると、ちょっと今回はエルウィンド選手よりも小津球選手とキレイ選手のこの2人の連携というところが鍵になりそうですね。あ、ミッドレーンとジャングラーとレクサイとマルザハール、この非常にセットアップ、ガンクのセットアップやピックアップ少数戦が得意なこの2人がインツに対してプレッシャーをかけていけるかどうか、それに対して今回はレボルタ選手とジョックスター選手のやはり序盤のコントロールというところがインツにとっては重要になりそうですね。さあどういった試合を見せるのか、 IWCQ2016 ファイナル Day1 ゲーム1、インツ VS ダークパッセージの試合スタートです。
さあまずはスターティングアイテムから見ていきましょうか。気になるのがトッカーズがトランズシールド。いやーものすごい歓声です。これは間違いなくインツへの応援でしょう。鳴りやみません。すごいですね。トルコでやったあの苦い経験をファンが返そうと言わんばかりのお返しですね。これは1年越しのお返しですか。いろんな思いがあるでしょうからね。ここインツはこういったカルマを使って晴らす、そしてボットレーンを強引にプッシュして敵のブルーバフに入っていくという動き得意ですが、どうしますかね。さあちなみにキーストーンこのようになっておりますが、特に変わったキーストーンはないようですか。そうですね、まあ、IWCQ ではトッカーズ選手が使うブラッドは嵐乗りの要約にするプレイヤーが非常に多いというのも特徴ですかね。以前は体力が伸びていく歴戦の勇者にすることが多かったですが、今回の場合だと敵のバックラインに飛び込んでいくという動きが求められてますからね。オーマイガー、フーウィルウィン 84% で盛り上がります。左下に会場の様子が出ていますね。すごいですね。グロンプはやめたというよりもやめさせられたといった形でのスタートです。ここからのレボルタ選手のジャングリングといったところに注目していきたいですね。日本戦でもそうでしたが、1周目のところブルーバフを買って、そして自陣の赤バフを狩らずに敵のブルーバフに入っていく動きを得意としていました。そしてそれをサポートするためにミカオ選手とジョックスター選手がボットレーンの2対2のマッチアップで有利を取って主導権を握って敵のジャングリングに仕掛けていくような動きを見せていましたが、今回するのかどうかですね。ただどうですか、このかなり遅く回っているようなルートを使ってますから。そうですね、ルートとしては非常にゆっくりとしたルートになってますね。あとレクサイというのはファーストブルーをミッドレーンに渡す傾向があるじゃないですか。しかしこのマッチアップ、やはりマルザハールがどん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 有利になっていくマッチアップですから、特にレベル6あたりですよね。おっと、あ、ただ行きますね。そしてキレイもこの動きは得意としていることは分かっているので読んでいます。ゆっくり待ってレボルタ入ってきたところ、ノックアップからサイレンス、フラッシュアウトを選択しましたレボルタ。ただ小頭級スキルがまだまだレベル3ですからダメージがあまり出ません。クールダウンも非常に長い。しっかりとカバーしていましたね。さらにキレイ選手は早めにウルフにスマイトを使うことによってウルフのスマイトバフ、ウルフの魂で視界のコントロールといったところを取った上での動きでしたから、非常にやはりこの序盤のインツの動きというのを研究した上でのスタートになってますね。ただファイナルらしいといえばファイナルらしいですね。インツとしては得意なスタートでのまずは仕掛け、そしてそれを読んでいると。ここからまずはダークパッセージは序盤のプレッシャー一つ関門を超えたということになります。そしてここからキレイ選手と小頭級選手が試合の展開を作っていくということになりますね。一方のインツとしてはまだやはりレボルタ選手の序盤のジャングリング強力ですから、そこから作っていくということになりそうですね。おっとヤン VS エルウィンド、エルウィンドが勝ちそうだ。フラッシュアウト、フラッシュ、バーストブラッド、エルウィンド、オーマイガー。ヤン選手が1対1で負けるというのはなかなか見ないですね。彼はブラジルの評価では有利なマッチアップでも不利なマッチアップでも絶対に負けないというトップレーナーなんですが、安定性という意味ですか。そうですね、非常にトップレーン安定した手堅いというプレイヤーなんですが、一気に崩されましたね。ミニオンの差でしょうかね。あとはどうでしょう、トランドルの Q のダメージの強化もそうですが、相手の AD を下げますから、そういったところのダメージのトレードで有利に立ったというところもありそうですね。移り攻撃力低下がありますかね。ああ、そしてこの光景はまあちょっと珍しいというべきでしょうかね。ブルーバフがない場合だとよくマルザハールがリコールするためになんていう形でしたけど、ブルーバフがあるので逆パターンと。
トッカー選手も CS のところをリードしていますが、ポーションがもうなくなってしまっているので一度リコールしないと厳しいという判断のようですね。そしてレボルト選手はそこをなんとかコントロール回復したかったんですが、小津急選手ブルバフ持ったレーニングによってそのリコールの瞬間というのも作り出せないということのようですね。さらにはキレイはカウンタージャングルで相手のジャングルのゴーレムも勝っていますか。アイテムの買い方が面白いですね。ロングソードとヘルスクリスタル、これ何に行くんですか。この形を見ると今回、大会を見たときに結構多いのがサイトストーンを買うレクサイというのがちょっと多いですから、サイトストーンとあとはティアマトになりますか。先にサイトストーンを積むと、どちらを選択しますかね。ジャングリングだけを考えるのであればやはりティアマットにラッシュする選択の方が強いですね。しかし視界のコントロールを考えて、さらには相手のジャングルに飛び込んでいく上での体力といったところを確保したいのであればサイトストーンということになりますが、ただインツはここでローテーションチェンジ、エルウィンドを潰す作戦です。トップレーンになんと4人います。先手を取ってそしてミニオンも貯めていますが、4人対3人というタワーの交換になります。明らかにインツの方が早いですね。6分30秒で仕掛けましたインツ。そしてファーストタワー獲得はインツです。ダークパッセージもカウンターでボットのファーストタワーを破壊しますが、やはりゴールド量ではインツの方が多いですね。さらに2本目に向かいますか。ミニオンはまだ大量に溜まっています。ジョックスターが仕掛ける、エルウィンドフラッシュありません。スネアが決まる。さらにはスロー、ナイスピラーでなんとかディスエンゲージしますが、ただセカンドタワーちょっとまだ硬いですね。削りきれはするが折り切ることはできないと。8割ほど削りました。レボルさん、この狙いというのは何なんでしょうかね。あわよくばトップのセカンドタワーまで破壊して、やはり先ほど見たようにトップレーンは4人、ボットレーンは3人という形でのタワーの交換、1人多い分だけインツの方が先にタワー折れるというところを生かしにかかったということが狙いのようですね。さらにはエルウィンド選手がファームする場所を奪い取ることによって、エルウィンド選手のこの中盤以降のプレッシャーといったところもそぎたかったんですが、しっかりとダックパスで対抗しました。ただこれによってあのミカをアッシュとルシアンですよね。このゼイノットラストヒット見てくださいよ。かなりの差26、相当大きなシエスタが生まれましたね。ただやはりそれ以上にエルウィンド選手がキープレイヤーになっているということだと思います。ダメージで言うとトッカーズ選手とヤン選手も中盤であれば出ますからね。綺麗のファーストアイテムが面白いですね。おっと、これはクラウド9のメテオス選手が行っていたビルドですね。ちょっとアイテム名を忘れてしまいましたが、ゲージこれは多分ですがティアマトの素材、ティアマトというかフローズンマレットというのも、あ、今ちょっと考えてますね、レオルさんが。CS を取るごとに体力が伸びていくアイテムなんですが、はい、コストパフォーマンスが非常に悪いんですよね。ゴールド換算値が悪いという、はい、相当悪いですね。その初期のステータスも低いですし、ヘルスが伸びても、つまり CS を買ってヘルスを高めていっても、はい、コストパフォーマンスは悪いアイテムです。ということは初手に買うことはあまり良くない。良くないですね。しかしこれを買ったということはやはり他のティアマトに比べると体力が増えていますから、1対1は非常に強いわけですよね。つまり敵のジャングルにどんどん侵入していく、もしくは侵入されたレボルタ選手との1対1でアドバンテージを作っていくことが狙いのようですね。なるほど、まあ、タイタンハイドラの一応素材にもなりますからね。タイタンハイドラを買う、でもその場合だとティアマトですよね。はい、ティアマトですね。結局しかしティアマトの方がジャングルのクリアスピードが速くなるのは間違いないですし、ダメージも伸びます。そしてレクサイの場合、打ち上げからのバーストというところで確実にティアマトのアクティブを使ったダメージのトレードができますから、メテオス選手も行っていましたが、僕はちょっとこのビルドで効果的な動きをできるかどうかちょっと疑問視しているんですよね。ああ、なるほど。じゃあ今後のキレイの、まあ、動向にちょっと注目しておきましょう。ここからサイトストーンではなくトラッカーズナイフ、ワードを置けるスマイルドのアイテムを選択しましたね。
そしてインツは一度ボットレーンにミカを送りましたが当てに行きました。ゼイノットへんとなるとヤン選手後方にタワーがない状況での1対1強いられますね。これ不利になりますよね、インツとしては相当不利だと思いますが、しかし一方でゼイノット選手とログ選手が後方にタワーがない状況での2対2が強いられています。ただダークパッセージとしてはボットレーンに常に1対1勝っているので、キリエ選手はトップサイドにポジションを取ってこういった視界のコントロールを取っていれば問題なくトップレーン2対2が安全な状況を作り出せますし、エルウィンド選手が1対1で勝ってくれますよね。というかダークパッセージの作戦に乗っているようにも見えますよね。レベルのアドバンテージもエルウィンド選手がすでに作っていますから、そしてそのエルウィンドを生かすために動き出しますか。いやドラゴンに触ります。レボルタ選手の額のルートといったところをすでにワードで潰した上でトップレーンも安全な位置取りをさせていますよね。確実にオブジェクトのリードを広げていく動きをダークパッセージ行ってますね。そして取り切れそうですね。さらにエルウィンド選手の CS のリードがどん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 広がってますね。さあファーストドラゴン獲得はダークパッセージ、ネクストはオーシャンドレイクです。マウンテンドレイク獲得は大きいですよ。相当大きいですね。これはマルザハールの一つ特徴としてドラゴンやバロンのコントロールが得意というところが挙げられます。ボイドリングが、ああいった大きいモンスターを攻撃するとどんどん増えていってダメージがどんどん伸びていく、それにそこにマウンテンドレイクのバフがかかるわけですから、相当今後のドラゴンのコントロールやバロンのコントロールが有利になっていくというのは間違いないですね。さあこれでまた有利を取った形になります。ダークパッセージファーストタワーを取られているもののファーストブラッド獲得からさらにはラストヒットの精度の差で1000ゴールドの有利を築いています。 40CS 差ですか。ボットレーンで 36CS、 トップレーンで今 6CS、 これがどん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 広がっていきますね。これはインチとしては何か手を打たなければまずいんじゃないですか。狙いとしてはやはりミカオ選手もしくはレボルタ選手のガンクというところから作っていくということになりそうですね。おっとシールドが終わるとアルティメットがありますが、そのトップサイドから確かに崩そうとはしています。ダークパッセージもただそれは分かってますよね。キレイ選手とログ選手を中心に相手のプレッシャーをいなす動きを仕掛けていってますね。ただこの間にエルウィンド選手がボットレーンを押し込んでいくというところですね。さらに今ゼイノッツ選手非常にヨームが完成した段階ですから強いですよ。トップサイドで戦闘を始めてもインツとしてはちょっと勝てる見込みというのが確実なものではないですね。かなり長い時間仕掛けてますがエルウィンドがボットレーンから動いています。ボットをプッシュしてミッドレーンにプレッシャーをかけてという動きを続けてますね。あどこに行ったかわからないよということでヤンもピンを出しています。一瞬で下がるのはインツ、エルウィンドがこれはボットレーンからプレッシャーを作ったとそう言えますね。そしてこの後エルウィンド選手はラバナスハイドラに行きそうですね。1対1の非常に強いアイテムにしていくと、ライフスティールも手に入ります。パッシブも相まって相当ダメージとのトレードが強いということでヤン選手は1対1で押し込んでいくのは非常に難しい状況になっています。この状況は試合が終了するまで変わらないでしょうからね。あ、そこまでですか。ラバナスハイドラが完成して以降はちょっとエコーがレーンのリードを取るというのはよほど他の中段戦や少数戦でゴールドを集めて装備が先行しない限りは無理ですね。さらにはヤンはトリニティフォースビルドに向かっています。ちょっとミカオがやはりビルド少し迷走してますかね。そうですね、ここからハリケーンに行きたいようですがまだ遠いですね。ファーストリコールがあの BF 変えなくてピッケルだったんですよね。でしたからね。ここからじりじりとインツとしてはリードを失っていくわけですから仕掛けていく必要があります。仕掛けたアロー、ただしシールドスネアが絡まっている。そこにレボルタ、イグゾースト、氷河の烈火で返していくが、これはゼイノットを狙い撃った。ただそこに横からトッカーズ、フラッシュインアルティメットを切ってログはまず倒し切ったと判断しています。体力がありません。そのまま下に戻っていきたいところですがどうなるか。キレイは体力半分、ここにダークパッセージも合流します。小月パッシブが切れた後キレイにダメージを入れるのはトッカーズ、フラッシュインでもう一度狙いますが当たりませんでした。キレイもフラッシュアウト、1キル獲得はインツです。
トップレーナーというよりもこれはエルウィンドはテレポートをキャンセルしたような動きでしょうか、それとも止められた、止められたかもしれないですね。ヤン選手がアルティメット落ちていますから、テレポートで参加しようとしたところを潰されたか、もしくは敵が近づいてきたのでキャンセルをせざるを得なかったかということのようです。インツとしては仕掛けなければならない状況でしっかりと仕掛けてキルを取ったというところで狙い通りの展開できてますね。ただしまだオブジェクトにはつながりません。ここからどうつなげていくか、まだこの1回だけでは足りないですから、どんどん仕掛けていく必要がありますね。そしてトラップです。リコールしたと思わせてという動き、ただしアルティメットはないですよ。さらにはダークパッセージ3人います。ゼイノット全く気づいていない、いやー気づかない、テレポートを切った後ろからさあ反転だ、これは完璧なトラップ、ダークパッセージ2人を倒され、さらには3人目インツ3キル獲得。そしてこれヤン選手がヘラルドを取れると大きいですよ。中盤以降の1対1のマッチアップでエルウィンド選手が今回ラバナスではなく最大ハイドラに行くようですから、ヘラルドを得られればある程度対抗できる、存在になれそうですね。いや、よくこの初戦苦しい中で仕掛けていく判断を2回とも成功させましたね。これで有利を取ったと言えますか。言えますね。そして次のドラゴンファイト30秒後のタイミングで今度は三河選手ハリケーンが完成しています。足のアローも上がるようですし、アルティメットも全て持っている状況でドラゴンのコントロール仕掛けられますね。このベイトは見事でしたね。しっかりとそのレクサイのソナーに反応しないようにブッシュで一歩も動かずにずっと待ってましたね。見つかったらやられる体力でしたから怖いですけどね。しかもアルティメットもなかったですからね。かなり賭けに近いような状態でした。しかしその賭けに勝ったことによってゲームの主導権は完全にインツに移りましたね。ここからダークパッセージとしては集団戦を行って勝てるポテンションを持ってはいますが、視界のコントロールという点でどうしても劣ってしまっている状況を考えると、まずはじりじりと主導権をプレッシャーによって回復していく必要性がありますね。鍵となるのは小戸選手ですか。ドラゴン触ってタワー獲得はインツ、ミッドレーンを少し移してほしいところです。エルウィンドが来て、なんとダークパッセージ先にミッドタワーを降りきる。そしてアローは当たっていない。ドラゴンとタワー2本、そしてタワー1本という形。小戸選手がミッドレーンでタワーを破壊する際に誰かにアルティメットを使ったようですね。そのプレッシャーによってインツ全体的にミッドレーン守れなかったということのようです。ドラゴンとトップのファーストタワー、ミッドのファーストタワーの交換を考えると、あ、サッシュ使ってますか。はい、トッカーズに使ってるですね。サッシュ使用してますね、クールダウン。ここダークパッセージも負けていないですね。試合のテンポ、主導権を握り返そうと相手がインツがボットのファーストタワーとドラゴン狙っているところを生かして違うところで仕掛けに行きましたね。この交換どっちが有利なんですか。ダークパッセージの方が有利だと思います。ミッドのファーストターンを取ったという価値は非常に大きいですね。これによってより小津久選手のプレッシャーが高まりますから、インツとしてはミッドのファーストターンを取り返さなければなりませんね。ただしゼイノット日曜走者でミニオン処理と、しっかりとミッドのファーストターンを破壊した後にミッドの連の奥にワードをダークパッセージを置いているんですね、はい、今カルマがリコールしているところがミニマップに映っていると思いますが、これですね、このワードによってインツ全体のローテーションの方向性というところもこのワードで把握できますから、ダックパッセージが主導権を握って試合全体、マップの全体をコントロールできる状況になりますね。さあそしてその視界を利用して、ログがリコールに入っているのも来ないと踏んでということですか。ここからダークパッセージとしてはミッドレーンをプッシュした後に敵のジャングルに入っていってワードを置くという展開を続け、じりじりと押し込んでいくというのが特策ですね。さあそのミッドレーンを押し込みたいんですが、ミカオのただアローがあるからなかなか怖いですよ。ゼイノット選手、サッシュを買ってもいいですけどね。このタイミングで、はい、やはり三河選手の足のアローというのが一つ大きな起点となっていますから、その起点さえ潰せば仕掛けられる可能性はぐんと減りますからね。ただしまだ買うような形には、多分次ブラッククリーバーになるでしょう。そしてレボルタまで殺手購入ですか。
これは小津久選手のアルティメット対策ということになりそうですね。なるほど。さあちょっと今画面の方が止まってはいますが、まあこれはですね、あのブラジルからですからね、放送の方をいただいているのがここで。そしてインフィニティエッジとハリケーンが完成しましたね、三河選手。これで集団戦、足がダメージを出せれば相当強力な存在になれるというところで、ダックパッセージはまずフォーカスとしては三河選手にフォーカスしなければならないような状況になってますね。なるほど。気になるのが、はい、ジョックスター選手、これフロストクイーンにラッシュしようとしてますか。ほう、イージスではないですね。相手を捕まえることにチーム全体が特化しているようなビルドになってますね。スローをかけて確実にアローを当てると、それが狙いのようですね。おっと、ただまだ完成はしていない。さあそしてこれは仕掛けたタイミングで集団戦が起こっている。少し何が起こっているのかが若干分かりづらいんですが、これはトッカーズが前に出て、ただしスタンが決まっています。ゼイノットフラッシュアウト、アローはこれはうまく避けました。ヤンが号令 4v4 の形、いや 4v5 ですね。これダークパッセージデッドしなければ人数差的には勝ってはいる、勝っているが体力有利を取ったのはインツサイドです。三河選手に対してフォーカスが全くできなかったと。さらにはトッカーズ選手の DPS で、あっと、ギリ、いやリコールできましたね。危なかった、ゼイノット。さあタワー返したのはインツです。やはり三河選手にフォーカスができない間に三河選手にAOEダメージを出されてしまって、体力キルを取ったものの体力の有利というのを作り出せませんでしたね。小津久選手がアルティメット打った対象がジョックスター選手でしたか。サポートにアルティメット打ったような印象もありましたが、そうですね、これは良くないですね。捕まえなければならないのは三河選手ですか。常に三河選手がフリーで全くプレッシャーを受けていないですよね。だからこそ体力のアドバンテージを全くダックパスで作れなかったということになります。ちょっとフォーカスを釣る対象といったところの選定をまず集団戦始まる前にしっかりと意思統一しなければなりませんね。確かにまだ三河はサッシュ持ってませんからね。ここは狙いどころだと思いますね。カルマという存在、確かにサポートで強力なチャンピオンではありますが、今この状況、インフィニティエッジとハリケーンができている三河選手を差し置いて狙うほどではないですからね。なるほど。さあ現在23分10秒という段階です。グローバルゴールド差では、差はありません。仕掛けますか。さあ仕掛けた、三河に当てている、スタンが決まった。そして三河を狙い撃ったが体力ギリギリ足りないか、いやこれは倒しきりました。さあダークパッセージ、これは狙い通りでしょう。そしてジョックスターにゼイロットが二丁走者、3キル獲得はダークパッセージ。トッカーズが1人で暴れてはいるが、ヤンも暴れてはいる。アルティメットはもうない、フラッシュアウトで難を逃れる。デッドはどうやら次第ようです。トッカーズがあとは1人でレーンを支えます。ゼイノット選手の体力は低いですから、このままというのはちょっと難しそうですね。小津久選手も体力半分切っていますね。リコールしてドラゴンのコントロールということになりそうですが、三河選手のアルティメットもないですし、コントロールは取れそうですね。ダークパッセージ取れそうですね。これでマウンテンドレイクが2スタックになるでしょう。やはり三河選手を真っ先にフォーカスできると集団戦は勝てますね。デボルタ選手のアルティメット非常に見事で、ゼイノット選手を味方のピールの状況から崩したんですが、すでにもうキャリーが1人落とされている状況では苦しかったですね。これを何度もダークパーセージとしては狙っていく必要があります。一方のインツとしては、この何としても三河選手を守らなければなりませんね。そのためには冊子を買ってもらうことは必須と言えますね。今購入しに行ってますね。まずはこの冊子を完成させて集団戦の形を安定させると、そこからダックパッセージはもう一工夫必要になってきますから、どういった工夫をして三河選手を倒しに行くのかというのが楽しみですね。さあレッドバフのコントロール、ターゲットが少しミスってしまいました。お客さん嬉しそうでしたね。それ言おうか悩んだんですけど言いますね。
スネア決まりそうですよ。綺麗に決まって、アロー誰だ、小杉優だ、スタン決まった、ヤンが張り付いた、これは逃げようがない、パッシブはありませんでした。小杉優見事なスナイプでしたね。三河選手この間ダークパッセージとしてはやはり、キャリーが1人いませんからタワーを守るのはほぼほぼ難しいというところで下がっている。その間にエルウィンド選手が押し上げていくという形でプレッシャーを作ってますね。さあタワー取り切ったのはインツ、ヤンは慌てることなくエルウィンドのプッシュに対応しているようですね。ヘラルドのバフが手に入ったというのはやはり大きそうですね。ただ CS のリードがやはりとんでもないことになってますから64ですか。トッププレーナーがゲーム全体の中で一番 CS を稼いでいるような状況になってますね。ほとんどミスしてないってことですよね。さらにこれレーンだけじゃなく多分ジャングルのモンスターも勝って、いるのだと思いますが、ただトランドル、ラバナスハイドラではなくタイタンハイドラのトランドルがこれだけゴールドを得ても1対1で崩していくのはちょっとと難しいかなと。確かにちょっとエルウィンドの存在というのが薄くなってはきているんですよね。ここは例えばイリリアやフィオラであればタワー下ですらいるのが怖いというような状況になります。ラバナスハイドラを持ったトランドルであればタワー下で強引にダメージのトレードをしてタワーのダメージを食らって体力半分になっても、ライフスティールで体力を回復させてもう一度プレッシャーをかけるというところができますが、ちょっとそれは難しいですよね。そしてダークパッセージ、先ほどからバロン前の視界をとにかく取ろうとはしていますね。27分、マウンテンドレック2つ持ってると、おっとアロー、ゼイノット、サッシュはない、ヒールを切ります、スローがつく、フラッシュインジョックスター、フラッシュアウトです。サモナースペルがなんとゼイノットなくなりました。ただ三河選手のアルティメットがなくなりましたから、ここを生かしてプレッシャーをかけていくことも可能ですが、つまりバロン周辺の視界のコントロールをより徹底していくと行いたいところですが、ちょっとまだ難しそうですね。一度リコールを挟みます。ここで三河選手の足のアローが上がってしまうと、単純にこうゼイノット選手のフラッシュが落とされただけで大きな、まあ、ディスアドバンテージを背負う形になりますからね。そうなりそうですね。もうあとクールダウン半分ですから、もう一度バロン前というようなアクションはしなそうですよ。となるとインツがまたリードを作っていけますね。いやどんどんワードが壊されていきます。ここはダークパッセージとしては何かしらアクションを仕掛けなければならなかったんですが、難しそうですね。そしてサッシュも完成しました。ミカオここからもう一つアタックスピードのアイテムを三河選手は買うようですね。すごい素朴な疑問をしても思ったんですけれど、マルザハールってサッシュ持たれたらアルティメット、まあ、解除されるので打ちにくいじゃないですか。でこういう現状の形みたいに、まあ、3枚持たれたとしてアルティメットってどういう場面で使うんですか。この場合だとどうでしょう、サッシュを使ったのを見てからというところが狙いになりますね。なるほど。あ、レボルト仕掛けましたが小月はパッシブがあります。今この段階で小月選手が行うことはこのクリスタルセプターを生かした回答やチェイスによって敵のフロントラインの体力を削り取っていくことが狙いになりますね。ということはアルティメットあまり打つ必要性はない、これで4枚目ですよ。ですからここでむしろアルティメットを使ってしまうと足を止めてしまうことになり、相手に捕まえられてしまう可能性が高くなりますから、こういった最初のエンゲージで使うというよりも、集団戦の流れの中でタイミングを見つけて使うということになりそうですね。かなりプレイヤースキル的には難しいですね。そしてボイドですか、仮面ではないんですね。最近は3つ目に仮面を買うことが多いですが、より相手のタンクラインというマジックレジストを貫通していく選択を取りましたね。ただまだマジックレジスト、まあ、確かにサッシュこそ購入してますけど、トッカーズが一番高いという場面でしたね。さあエルウィンドで仕掛けていくヤン、
レボルダー共に仕掛けます。ピラーからナイスピラーボディスラムアルティメットを使わせて下がります。インツドラゴン戦が始まる直前にトランドのアルティメットを使わせたというのは非常に効果的ですね。本当ただミッドレーンで3人ですがマントラからのシールド移動速度が非常に速い。エンゲージできませんでした。そして反転アロー小頭級はフラッシュで避けます。そしてもう一度エルウィンドアルティメットはもうありませんよ。このエルウィンド選手のアルティメットが上がるまでちょっと耐えたいところですね。ただしまだクールダウンは非常に長い。おっとまたしてもミッドレーン仕掛ける。いやこれ先ほどのちょっとリプレイになってますね。あリプレイですかこれは。ちょっと時間軸が戻りましたか。我々は未来を見ていたと。そのようですね。なるほど。でここからですよね。ここからインツとしてはバロあではなくドラゴンにラッシュすると。一方のダークパッセージはドラゴンにラッシュさせず状況をイーブンなものにしたいところですが、ただインツはそれを分かってますからラッシュしますよね。そしてヤンのダブルいい形に入ります。さあダークパッセージただし囲んではいる。ドラゴンスティールした。さあこれはキレイがうまく取った。そして1キル拾っている。全員のットが完全にフリー。まだフリー。レボルタ前に出れない。エルウィンドがその道を塞いでいる。ヤンがなんとか張り付けるか。全員のットも前に出てきたところ。ただしバックラインではミカオがダウンしているぞ。そしてこのドラゴンの巣穴での集団戦はダークパッセージに軍配が上がっています。エルビンド選手アルティメット上がった いやこれはトッカーズがなんとかして耐えたいですがピラーが逆に邪魔になりましたか。 2-3 交換ドラゴン獲得はダークパッセージ。よくキレイ選手ドラゴンスティール成功させましたね。この3つというのは非常に大きいですよ。3つですどうしますか。あのこのマルザハールによるバロンコントロールが相当強力になりますよ。一瞬で終わりますね。一瞬で終わりますね。ボイドリングのダメージが強化されるわけですから。というか3人で狩れるような状態ですよね。もうもしかしたらキレイ選手とマルザハールつまり小頭級選手だけでも狩れるかもしれないですね。リプレイです。ここで実はトップサイドのところちょっと上のところで、トッカーズ選手が小頭級選手に潰されてるんですね。つまりこれ AOE ダメージがバロンピット内の中で欠けている状況でインツは集団戦戦ってしまったというところが大きかったですね、はい、あとはブリンクのないミカオ選手とブリンクのあるゼイノット選手というところで集団戦の戦いやすさというところも大きく違いましたね。いや当然のようにバロンにプレッシャーを作ります。ラッシュしても枯れるのではという。早い早すぎる早すぎるぞ。さあインツ慌てて合流。さあ集団戦になる。ログが前に出て氷河の烈光特化図これは捕まった。さあダウン1キル取ってるんだ。ダークパッセージヤンがバックラインには入ります。いやーヤンが1キル回収した。そしてトッカーズも裏に入れている。ログも倒しきる。ヤンがダブルキル。ただしゼイノットもフリーだ。レボルトを倒しきっているぞ。さああとはキレイがガディエンジェルがありますがそれでもミカオがずっとダメージを出していた。トリプルキルはなんとヤン4キル獲得はインツ。ミカオ選手に対して全くダークパッセージフォーカスできませんでしたね。こういう状況であればミカオ選手はとりあえず放っておいてフロントラインを削り切ってから反転していくという戦い方。ランページが非常にそういった戦い方得意としていますがその選択を取れませんでした。こういったところに急増チームのコミュニケーションの荒さといったところが伺えましたね。ノックアップしたのはトッカーズかと思ったんですけどジョックスターでしたね。ジョックスター選手でしたね。またサポートにアルティメット打ってしまった形ですか。まあそれは致し方ない部分だと。氷河の烈光、氷河の烈光、この場合だと仕方がない部分だと思います。ここから相手のフロントラインから倒していく必要性がダークパッセージはあったんですが、はい、キレイ選手がミカオ選手に向かってしまってますよね。ああ言ってますね。エルウィンド選手も、はい、この状況が非常にまずかったですね。ダークパッセージとしては相手のフロントラインヤン選手から倒していって相手のフロントラインを全くなくした状態にしてから後方にいるミカオ選手に襲いかかっていく必要があったわけです。その選択を取れなかったことによって集団戦はフォーカスがバラバラになってしまったと。トッカーズとヤンが2人入っただけで完全に崩壊してましたね。そのエコーというチャンピオン、まあ、この装備だとあまりダメージは出ないんですがブラッドミアのアルティメットによってダメージが強化されますからね。
ということはダークパッセージとしてはこのヤンとトッカーズを自分たちのキャリーに近寄らせない動きが集団戦では重要になってくると。その上ですぐサマソのフロントラインを溶かして、集団数的には有利を作り出していく必要があります。もしくはミカオ選手に一気にフォーカスを当ててすぐサマ集団戦倒してから他のプレイヤーにフォーカスを切り替えていく、どちらかの動きが必要になってきますね。一方のインツは先ほどの戦い方をもう一度すると、それが狙いになってきますね。とにかくミカオ選手がフリーでダークパッセージよりも先にダークパッセージのフロントラインを破壊できれば、それだけでインツは有利になってきますね。さあそしてもう一度バロンの視界、ただインヒスターがありません。さらにミッドレーンから押し出されるブルートリンケット確認した。さあトッカーズが前に出てかなりのダメージを与えていきます。クリスタルセプターはある。スーパーミニオンというのを生かしにかかったインツのプレッシャーのかけ方ですね。これリコールの道がないですよね。当たる気はないというよりも妨害したいだけのようなインツの動き方です。それを見て反転サイレンス。あっとただエルウィンドとヤンが戦っていますが、トッカーズが少し孤立しすぎたか。いやそんなことはない、そんなことは前に出てシャットダウンんと画面が少し飛んでいる。どうなった、どうなった。スリーキル獲得はダークパッセージですが全く映っていないので状況が少し分かりませんでした。なんでしょう、エコーがいるからですかね。先ほどの流れを見ると我々がクロノブレイクを食らったということでよろしいですか。そうですね、もしくはどうでしょう、ジリアンの時間の速度の増加に加速によって状況がちょっとつかめませんが、先ほどの流れを見るとエルウィンド選手は後方の1対1でヤン選手を圧倒し、そこに人数をかけにいったインツが分断された形になりますかね。あ、リプレイですね。仕掛けにいったところ回答してダークパッセージが回答しきったと。そしてエルウィンド選手が後方にプレッシャーをかけてミカオ選手がちょっと分断された形になってますね。あー、なるほど。そしてフロントの溶かし合い、いや完全に集団戦の陣形がインツ乱れてますね。ちょっと焦っているとい う, うそしてここ、うわ、ゼイノット選手素晴らしい。いや、ゼイノットがとんでもない。フロントラインのとかをどちらが先に、倒すかという勝負を仕掛けているように見せかけて一瞬の隙をついてミカオ選手に殴りかかりましたね。ただここから小津急選手がタンクに対するダメージが伸びるアイテムを揃えつつあります。ライアンドリの仮面が完成させたらよりレボルト選手とヤン選手は苦しくなりますから、つまり一方でトッカーズ選手とミカオ選手のアーマー貫通アイテム、マジックレジスト貫通アイテムの完成を早めなければなりませんね。ただ遠いですよね。ミカオ選手は完成させてますか。あ、そうですね、ラストイスパーの上位。しかしトッカーズ選手はちょっと買わないようですね。ワイドスタッフというよりもこれは帽子、デスキャップですかになりそうですね。まあ殺傷を挟まなくてはいけないという点では確かにダメージを出すのは少し辛いかもしれませんね。単純なダメージ量でいうとやはり小津急選手とゼイノス選手の方が上回ってますね。そしてミカオ選手のアローが落ちましたね。あー、本当ですね。ダークパッセージとしてはどうでしょう、インヒビターが湧くまでちょっと動けませんかね。ただこれで今インヒビターが復活するアナウンスが流れました。ここから動けますよね。プレッシャーをかけに行く選択を取りましたね。さあ3時は30秒です。グローバルゴールドではインツが300ゴールドだけ有利を取っています。ほとんど差はありません。ダークパッセージはマウンテンドライクが3スタックです。小津急選手のアイテムの完成を待つのか、ちょっと今のこの状況を生かしにかかるのか。いやー、早いですよ。ダークパッセージらしいですね。さあ触っている。そしてなんとキレイがこの位置です。止めることができればスマイトが届かないが取り切りました。さあそれを見てからヤンが当たりに行く。さあインツ完全に囲んでる状況か。それを見てからゼイノットがまたしても不利だが、今度はイグゾーストをかけている。ただしまだそれでも生きている。ミカウトのフラントラインと溶かし合いですが、その間にトッカーズが1キル拾っている。ゼイノットはなんとかブリンクアウト。そして日曜走者ですが、ミカウがきっちりダブルを当てた。3キル獲得はインツ。そしてガーディアンエンジェル発動からエルウィンドを置きますがダウン。これで4キル目、残っているのは小津球のみ。アローがここで上が
トリプルキルはミカオ、そのままエース獲得はインツです。バロンを殴っていた際のアーマーとマジックレジストの低下、そしてバロンピット内というところで AOE ダメージがトッカー選手とミカオ選手豊富にあるというところが、先ほどのドラゴンファイトでは全く逆の状況をダークパッセージは作ってしまったと。ラッシュしますか。ラッシュ狙ってますね。さあエンド狙ってます。ログが復活はしました。無視をします。まずはタワーを1本狙い撃ち。ミニオンんと、ただここでやめますか。ここでやめるようです。キレイ選手が上がったというところで一度リセットをかけます。そしてボットが今ダークパッセージボットレーンビッグウェーブができてますね。エルダードラゴンを取る上ではちょっとだけダークパッセージが有利に立てますか。厳しそうですね。ただ先ほどみたいにラッシュしてまた集団戦という形になると、そうなるとドラゴンの場合だとバロンとは違ってアーマーやマジックレジストの低下のようなオーラありません。単純にダメージが痛いだけですから、そこはボイドリングがある分だけダークパッセージの方が有利になりますね。そうなるとエルダーの方がラッシュしても問題はない。そうですね。そしてそれを警戒するためにインツとしては早めにスカットルのコントロールをして防いでますね。さあ警戒完了。ああデスキャップ行きましたね。トッカーズボイドスタッフではありません。ダメージが足りるという判断です。さあダークパッセージもう一度アグレッシブにエルダーを触るのか。いやヤンが仕掛ける、ヤンが仕掛けるがトップレーンがなぜか映る。ここは全員乗ったフラッシュはないのでブリンクアウトのようですね。エンドイットインツ狙ってますか。そういったプレッシャーをかけてますね。なるほど。そしてただこれだけではエンドイットはまずできないと思います。この動きによってエルダードラゴンの前からダークパッセージをいなくなさせるというところを狙い、ま、思ってますね。そしてエルダーこれベイトを狙いますか。どうする、触るふりをしてベイトです。ただミカオの位置がちょっとエルダーの攻撃ダメージをもらいそうだが、さあ仕掛けたのはヤン。エルウィンドがスタンにかかる。長男の烈光一直線。さあ抜け道はないか。日曜走者はあまり当たっていない。エルウィンドがかなりのダメージをもらっている。ミカオがフロントラインを溶かそうが早い。いやインツが溶かそうが早いか。トッカーズにアルティメットを打ちますが察しがある。さあアルティメットアズをトッカーズ、これを2人に当たっている。そして狙い撃ちは小杉レボルタフラッシュインからのボディスライム、これに刺した。さあそれをキルを拾ったのはこれはヤン。さらに前に出る。ログまで倒しきる。まああとはなだれ込むだけだ。ダブルキルはヤン、そのままトリプルキル。生き残っているのはなんとキレイのみ。しかもインツはそれを無視します。俺たちの勝利だ。いやーキレイはリコールしますが1対5です。 IWCQ2016 ファイナルバッチワンデイワン、勝利したのはインツとなりました。非常に難しいマウンテンドレイクのバフが最後のところで非常に大きなプレッシャーとなって、ダークパッセージがコントロール取り返せるかというような状況になったんですが、集団戦のところ勝っていって非常にやはり連携面ではインツの方が上回っていた印象が強いですね。集団戦の戦い方、フォーカスの切り替え方といったところで一歩上回っていました。そういったところをうまく生かして初戦、苦しい初戦を取ったというのはインツにとって非常に大きく、作用しそうですね。さあこれでまあ非常に2戦目も楽しみになってきますが、まずは1本インツが取りました。あとは気になったところだとエルウィンド選手のプレッシャーといったところはやはりちょっと薄かったというところを今後どうコントロールするかですね。なるほど。さあそれでは、まだまだ本日 BO5 ですからね、3本選手した方が勝利ということですので一旦、2試合目までインターバルとさせていただきます。それでは失礼いたします。